りましたけれどもね、私たちも元気いっぱいで頑張ってまいりたいと思いますので、どうぞどうぞ、今日お越しの皆様、そしてご出店の皆様も元気いっぱいね、今日一日この職人店楽しんでいただきたいと思います。さあ、それではまず景気づけにですね、元気な曲をお届けしたいと思います。前に前に進んでいこう、でも時には下がってもいいんだよみたいなね、人生の応援歌でございます。よかったら一緒に手拍子をお願いいたします。それではお届けしましょう。365歩のマーチ。
皆さんね、本当にありがたい大きな声を、ね、私たち本当に嬉しく思います。先ほどですね、ご紹介いただきました通り、我々の宣言としましては、来年のことを話す鬼が笑うと言いますけれども、来年の1月4日から1月29日まで、ね、すぐそこでございます、高山中日劇場、こちらにおきまして、コロッケさんの新春公演にですね、我々弁天屋も出演させていただくことになっております。もしよろしければぜひぜひ足を運んでいただきたいと思います。また名古屋の皆さんは割とこのね中日劇場の新春公演を毎年楽しみにされている方も多いと思いますので、もしももう行くよってことが決まっている方はね、今年も弁天屋登場しますので、どうぞお楽しみになさってください。さあ今日は第30回を迎える職人展ということで、我々張り切って歌を作ってまいりましたね。去年お越しの皆様はあれ去年も聞いたようなって思うかもしれませんけれどもね、一緒でございます、ね、一曲、パイのパイのパイという昔懐かしい、ね、曲がございまして、我々はドリフターズぐらいでね、あ、このこと言うと私の年がバレてしまいますけれども、はい、よく知ってる曲でございます。それではパイのパイのパイに乗せまして、職人店の歌をプラスさせていただきます。
ナゴラッチョ、ね、ナゴラッチョ、ナゴラッチョっていうね曲なので、もしよかったらみんな一緒に歌ったりですね踊ったりしていただきたいと思います。ね、踊りはもう八丸くんをね見ていただきまして、私たちもちょっと見ながらね一緒に頑張っていきたいと思いますのでね、ナゴラッチョ、ナゴラッチョのところをねよかったら一緒に歌って踊ってください。それではお届けしましょう、ナゴラッチョ。Thank you.